次世代電動サルーンパサーとの実質的後継化。フォルクスワーゲンは、ベイ・ラスベガスで開催中の CES、コンシューマー・エレクトロニクス書で、新型 EV、ID7 のプロトタイプを公開した。ID7 は、これまでコンセプトカーのエアロビーとして、知られていたリフトバック式の5ドアセダンで、 いずれはステーションワゴンも導入される予定だ。フォルクスワーゲンの ID シリーズの6番目にあたり、当初はアルテオンやパサートと並んで販売される予定となっている。アルテオンとパサートについては、直接の後継にあたる電動モデルの計画がなく、ID7 が実質的な後継モデルとなる見込みだ。 フォルクスワーゲンのトーマス・シェーファー CEO は、車の話に対し、次のように語っている。世界的に、セダンセグメントは消滅しつつあります。中国でも、低価格帯のセダンではすでにそうなっています。欧州においては、トルコなど、一握りの市場を除いて下火になりつつあることから、 フォルクスワーゲンが多くのセダンモデルを投入することはないでしょう。これがその一台、ID7 であり、内燃期間を手放した時に、これに修練されるのです。MEB プラットフォームをベースとする ID7 は、全長4 9 4 0ト、mm、ル全幅1 8 5 9ト、mm、ル全高1 5 2 9ト、mm、ルで、 ホイールベースは ID.buzz と共通の 2969mm である。現行のアルテオンやパサートよりも大きい。米国 CES で披露されたプロトタイプは、スタイリングを隠すために QR コードから、着想を得た特別なカモフラージュが施されている。完全な公開は2023年の第2四半期に行われ。 その後に発売される予定である。このカモフラージュはエレクトロルミネッセンス。エクトロミネスデントと呼ばれ、40層に積み重ねられた塗料からなる。これに電流を流すことで、車体の22箇所が発光するようになっている。1回の充電で最大7 0 0トル内装も一新。今のところ、 ID7 の詳細はほとんど明らかにされていないが、最大 700km の航続距離を持つことが確認されている。これは ID シリーズでは、まだ採用されていない大型バッテリーを搭載したモデルのもの。当初は従来の7 7 k w ーバッテリーが搭載される予定だ。これまでコンセプトカーとして使われていたエアロという名称は、 空力に特化したボディ形状を指すもので、最終的な量産タイプでは、CD 値0.23という低い空気抵抗係数が期待されている。インテリアは、これまでの ID シリーズから、大きく進化したものとなっている。インフォテインメントシステムを一新し、15インチのタッチスクリーンのメインページに、 温度コントロールが表示されるほか、スクリーン下の物理的な温度調節スライダーには、夜間でも使えるように照明が施された。また、キーが近くにあることを検知すると、自動的に車内の冷暖房を開始し、必要に応じてステアリングホイールを、加熱するスマートエアベントも搭載されている。 AR ヘッドアップディスプレイも標準装備する。ID7 はドイツの M 電工場で ID4 とともに生産され、そこから中国を除くすべての市場に輸出される予定。中国向けの車両は現地の合弁会社によって生産される。